一番うまいのはどれだ、超高カロリーフライド選手権。あの僕が打ち出したあのもうカロリー高ければ一番うまいんだっていう理論に関しては皆さんどういう考えですか。カロリー高いものでも美味しいって感じる人は多いと思います。あ、やっぱりそうなんですか。はい、ただまあほどほどがいいとは思うんですけど。あ、まあまあそうですよね、うん、とりあえずそのカロリーとカロリーをとにかく上げてってうまいもの作っていこうっていう企画なんで、今日はいっぱい食べましょう。はい。さあ、それでは、いろんなものをフライにして食べていくわけなんですけども、そのフライにする食材というものがこちらのボックスの中に入っておりまして、これを一人ずつ引いていって、その引かれたものをフライにしていくというルールです。星は全部ね、あの5つ評価でありますんで、お願いします。嫌いなものあったら拒否って。あ、ダメです。あ、ダメですか。じゃあどれから引きますか。それは我こそ。僕から引きます、はい、あ、伊藤さん引きますね。はい、お、いいな。食材と聞いてますけどね。チャーハンです。チャーハン。あ、チャーハンをフライにするってこと。わー、めちゃくちゃ高カロリーなんじゃないこれは。それでは一つ目はフライドチャーハンです。チャーハンフライの作り方。チャーハンを一口大に丸めます。バッター液と衣をつけて2、3分カラッと揚げたら完成。失礼しました。あ、ありがとうございます。あ、いい味色。おへ、普通にコロッケみたい。あ、匂いいいな。あの、私イタリア料理のレストランで勉強してたんで、はい、アランチーニっていうのがあるんですね。ライスコロッケ。そう、あ、料理があるから、はい、なんかチャーハンあげるそんな今のところ違和感ない。あ、そうなんだ、うん、じゃあ早速いただきますか。はい、はい、いただきます。はい、いただきます。めちゃくちゃうまいやん。おいしい。うん、これはおいしいですよね。うん、美味しい。よかった、ここにチーズを入れてさらに高カロリー、チーズを入れて揚げたら本当にイタリアの、うん、日本茶っておいしそうですね、うん、そう、ワインが欲しいなと。あー、結構高評価。はい、高評価です、ね、新食感だったんで食ったことなかったんで、こういうのめちゃくちゃ美味しかったです。こちらのチャーハンフライ推し、せーの、はい、4、5、4、4ということで合計17点、うん、ということで、かなり初回にして高評価だと思うんですけども、まあでも美味しかったんですよね。美味しかったです。違和感がなかった。うん、あ、確かに違和感がないって確かに大事ですね。はい、それじゃあ、2つ目の抽選の方いきたいと思います。僕ちょっとよくわかんない。つけ麺だそうです。どういうこと、つけ麺。じゃあ、つけ麺フライの方食べていきます。つけ麺フライの作り方。まずはつけ麺を普通に作ります。つけ汁につけた後、小麦粉と絡めます。パリッとなるまで 3,4 分揚げたら完成。おいしそう。おいしそう。すごい。すごいな。パリパリ。うわー、美味しそう。じゃあ、こちらは多分ね、漬け汁が漬けられてるので、はい、一旦そのまま食べていただいて。なんか、お菓子みたい、スナック菓子みたいで美味しい。うん。なんか、ご飯よりお菓子ですね。これはビールだね。なるほど、うん、塩ってビールさ、ね、これ塩つけたくなりますね。あと黒胡椒入れても美味しいかも、うん、美味しい。これ持って帰りたい。これね、美味しいよ、マジで、うん、なんか家帰ったら本当ビールと一緒に食べる。ですよね、これ美味しいですよね。居酒屋出てきても、いや普通に頼んじゃう。やっぱめちゃくちゃ好評ですね。好評です、ね、じゃあ、カイさん、なんか衣つけだれつけて衣にあのつけてあげてあるところなんですけど、つけ麺感は薄まってはいるんですけど、はい、スナックとしてはすごい美味しい。ああ、なるほど。僕もこれ食べてて主食ではないなっていう感じしました。でも美味しいですね、これね。うん、さあ、こちらのつけ麺、つけ麺フライ、星何個でしょうか。ダン。5、5、5、4ということで、合計点が19ということでした。やめらん、止まんない。夢中じゃないですか。
はい、じゃあそれじゃあですね、3個目いきたいと思います。ピザ、じゃあピザフライの方を食べていきたいと思います。ピザフライの作り方、市販のピザにバッター液と衣をつけてカラッとなるまで揚げたら、完成。これ丸っ。コロッケじゃないか。ほぼパンじゃない。まあ、ほらほらほら、明らかに先ほどより会話が弾まない。すごい静か。すごいカニ食ってるみたいな。ピザはピザで食べた方がいい。ああ、まあまあまあ、あの、言わんとすることはみんな知ると思うんですけど。揚げて水分こう全部こう多分飛んでる分すごいパサパサして、もう口の水分が持っていかれて、うん、食感は好きですけどね、僕は。あのサクサクってとこからもちっていうのが結構僕食感は好きだな。さあ、それではですね、こちらの、ピザフライ、星何個だったでしょうか。ドン、2、2、2、3。おお、めちゃくちゃ低い。そんなに低いっすか。具材が多分結構少ない感じのピザだったので、もっとこうジューシーな、例えばなるほどなるほど、はい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 、なんかこうピーマンが入ってるとかチーズもっと入れるとか、そうですね、そういうのがあるともっとこう美味しいかな。じゃあ、ピザフライは9点と栄養が厳しい戦いになりますね。さあ、それではですね、4つ目の、お題候補になります。お、出ました、羊羹。羊羹かな。高カロリーだけどさ。じゃあ、羊羹フライの方いきたいと思います。羊羹フライの作り方、羊羹にバッター液と衣をつけて3分ほど揚げたら、完成。さあ、来た、羊羹した。いや、子供の羊羹別に出すなよ。子供の羊羹別に出されたらさ、子供の羊羹別なんだもん、俺のだけ。なんで笑顔なんだよ。揚げまんじゅうみたいですよ、でも。うん。うん。悪く揚げまんじゅう。あれ、意外といけるの？おいしい。おいしい。我々が、そろそろ甘いものが欲しがってたから。普通に美味しかったね。あったかいあんこ、美味しいんでしょうね。うん、あー、そういうことか。確かに美味しいですね、あったかいあんこ。さあ、じゃあ行きましょうか。こちらの、羊羹フライ、星、何個でしょうか。はい、4、5、4、4ということで、17点。結構高評価ですね。普通に甘いものが美味しい。順番のみよう。あー、でも良かったですね、高評価。さあ、最後の、食材に行きたいと思います。何ですか、そのリアクションは。最後の食材、プリン。どうやってあげるのか分かんないな。赤字ないのかな。それではプリンフライの方を食べていきます。プリンフライの作り方、焼きプリンを餃子の皮で包みます。高温の油で 2,30 秒揚げたら、完成。おお、あ、1人2個。なんかおしゃれだな。揚げ餃子ですね。あー、こうなるんだ。うん、カスタードになってますね。まさしく。うん、なんか予想通り。これうまいぞ。食べちゃうかも。これうまいっす。これ甘いもんすけど、めちゃくちゃうまいっすか。ですよね。ハチミツいいっすよね。カスタードクリームに予想通りそうですね、はい、はい、もうなんかお菓子って感じで、あの、そうですね、美味しかったです。はい、林さん、最初そのまま食べた時皮が使ったんでちょっと甘さ足りないかなと思ったんですけど、ハチミツとかけが合わせて食べたら、あ、美味しい。確かになんかその奥行きみたいな、なんか味の甘さの奥行きみたいなのが出ましたよ、両方出てきて、はい、
けさん。なんか揚げるって聞いた時はすごいこうなんだ揚げて大丈夫かなって思ったんですけど、はい、実際こう強打の皮に包まれて揚げてあるとすごい濃厚な感じにプリンがなって、うん、それがすごい美味しかったです。はい、確かになんか閉じこもったって感じしましたね。甘さが、うん、さあこのプリンフライ星何個だったでしょうか。4、5、4、5。あ、18点。さあ、というわけでたくさん揚げ物を揚げてきましたけども、一番美味しかったのが得点でいうとつけ麺ということで、これやっぱ美味しかったですか。美味しかった、美味しかった。これはでも結構確かに美味しかったですけど、意外だったのがピザですね、うん、あの最下位なんですけど、得点でいうと9点だったんですけども、ピザ生地自体があんまり合わないってことなんですかね。もっと皮薄くて具の多いピザだったらもしかしたら。ああ、なるほど。じゃあ次回はそういったピザを用意すればいいということですね。かもしれない。はい。わからない。もう第一回目を林さんは見据えてらっしゃる。シーフードピザとか美味しそうです。まんじゅう怖いみたいな。いや出てくると思うでしょ。いやそう。でも本当に意外と美味しかったですけど、なんか他にこれあげたら美味しそうじゃないみたいなってあります。甘いものを揚げた羊羹とかプリンが意外と美味しかったので、はい、あのスニッカーズみたいなチョコバーとか揚げてもすごいとろけて美味しいんじゃないかなって。あ、面白そうそれ。なんかちょっとあ、いいっすね、うん、確かにチョコレートを揚げるっていいっすね、うん、甘い寿司とか。私も今言おうと寿司揚げてみたらどうだったね。でも魚介は絶対うまいじゃないですか、うん、エビフライにせよ何にせよ。うまいじゃないですか、うん、合わさったら意外とうまいじゃん。寿司フライ、うん、ちょ寿司フライ楽しみですね、うん、さあというわけで一番美味しかったのはつけ麺フライということでした、これ本当に美味しかったので皆さんぜひご家庭でもお待ちください。それではフライドー選手権でした。また来週。